天皇寺動物園のオランウータンサツキは、大阪市の大阪市天皇寺動物園で飼育された、ボルネオオランウータンである。このオランウータンは、絵を描くオランウータンと知られた。5月に来園したので、サツキと相性がつく。サツキは1970年頃に、ボルネオ付近で生まれたと推定され、船員が手に入れる。そして、日本に密輸され、 船員が和歌山県のペット会社に持ち込む。当時、オランウータンの捕獲や輸出入は禁じられており、推定1から2歳のサツキはスーパーで違法に飼育されていたところを大阪税関に保護された。天皇寺動物園は大阪税関から保護使用依頼を受け、1972年6月1日にサツキを飼育し始めた。当時の天皇寺動物園は、 猿類の三輪車乗りや、電動自動車の運転、テーブルマナーの実演などの動物ショーが行われていた。サツキは雑巾を渡されると、飼育係の真似をし、雑巾を絞って、周囲を吹くことができた頭の良い個体とされる。性格は温厚。オランウータンの子育て期間は6から8年であるが、サツキは幼い頃に、母親と別れているため、子育てを学習しておらず、 自身の子育てに難儀した。サツキは動物園で4度の出産を経験したが、最初の2子はうまく育てられず、第2子、サブエは母乳を与えようとしなかったため、母子分離の人工飼育で育てられた。3子目になって自分で育てられたが、1年後に子は病死。4個目は耳との間にできたが死産であった。サツキは死産の後、生理不順となり、 平経したかと思われたが、2011年春に月経が再び起こった。また7月に、桃子が死亡して、死ゆのオランウータンが2頭切りとなった。サツキはもともとオスの耳ミミと仲が良く、一時は高齢出産が期待されたこともある。2006年冬、飼育員がサツキの前でクレヨンで数日間絵を描いて手本を見せたところ、好奇心旺盛なサツキは、 興味津々であったため、さつきに画用紙とクレヨンを与えたところ、絵を描き始めた。さつきは、はじめから、右手の親指と人差し指でクレヨンをきれいにつまみ、画用紙にクレヨンをこすりつけるように描いた。さつきは緑、青、黒など9色のクレヨンを1本ずつ用いる。また、絵が気に入らないと破き、気に入る絵が描けると、じっと眺めたり、匂いを嗅ぐという。 サツキは初めて絵を描いて以降死ぬ直前まで週1回程度の約30分間毎回4から5枚ほどの絵を描き続けた日本国内のオランウータンが描く絵を見比べた斉藤アは2013年サツキの絵について力強い往復線で描かれクレヨンの扱いに慣れている色を塗り分けて面を作っているような絵もあり 動きがあって面白いと分析している。サツキの死後、サツキの描いた絵の行方は不明だったが、飼育員らが動物園内で物置にしている部屋から4作品を見つけた。2013年3月下旬から保存状態の良い3作品をサツキが飼育されていた展示室前に飾り付けた。天皇寺動物園の別のオランウータン、モモコは絵を描かず、 クレヨンを与えてもすぐに食べてしまったという。また、さつきも使い終わったオレンジ色のクレヨンは食べていた。2008年には、さつきが創作した10作品が大阪市立美術館の公募展、20080 2に3月4日から9日まで出品された。また、さつきは段ボールをちぎってペットボトルに詰めたオブジェも手掛けており、2008年までに絵とオブジェ合わせて、 作品は50点ほどあり、そのオブジェも公募展に出品された。サツキの作品の出展は、美術団体、ニューアートゼロ会が出品を誘ったものである。2012年5月、サツキは、発赤が見られ、抗生物質の投与などの治療で、ほぼ回復した。当時は、食欲が低下していたが、死亡前日まで特に目立った異常はなかった。九月十五日、 寝室で、サツキは眠ったように死に、朝9時に飼育員が亡きを見つけた。2012年9月19日に同居していた中の良かったオスの耳ミミが福岡市動物園へ里帰りし、オランウータン社はサツキ一頭となっていた。サツキは唾を吐いて威嚇をする。交代したばかりの見知らぬ飼育員へも唾を吐いて威嚇した。また、記憶力も抜群で、 一年に一回の健康診断の際に痛い注射をする獣医師を覚えていて、獣医師に出会うとしょっちゅうつばを吐いた。2009年、動物園にやってきたばかりの成獣のオス、ミミに対し、折り腰につばを吐きかけて威嚇したり、また、お見合い当初、サツキはミミの寝室に突入し、とっくみ合いの闘争をした。排卵予定日のタイミングを見ながら行った二回目の、 お見合いでも一時は特っくみ合いがあったが、時間が経つと仲良くなり、以後は急速に親しくなったという。2007年8月に同居していたさつきの息子のサブが21歳で死んだ。死因は虫歯が悪化し、虫歯から細菌が入ったことによる肺炎であった。その虫歯の悪化はマナーの悪い入場者の持ち込んだ歌詞が原因で、餌やりは禁止されていた。 餌やりを行う入場者の中には、注意をしても逆切れするものまでいたという。この事故のため、オランウータン社は入場者が手を出せない構造に変わった。また、野外展示されているサツキも虫歯だらけであった。そして、虫歯の治療を受けていた。入場者の勝手な餌やりによって、オランウータンがお腹を壊したり、成人病を招いたり、入場者から感染症を移される。 と獣医師は言う。オランウータンはもともと脂肪を蓄えやすい特性がある。ため、サツキも一時、肥満になってしまい、給仕内容を果物類から刃物に切り替えたり、運動量を向上させられたりした。ありがとうございます。